まあ、フィリピン移住資金があればいいかって結構、ご質問、いただくんですけども、安心できる金額いくらぐらいですかとかですね、まあ、何にいくらかかるのかとか、まあ、余裕の金額っていうと、まあ、月、15万円ぐらいあれば、1人だったら十分すぎるんじゃないかなと。パートナーと2人でも15万ぐらい十分かなと。僕自分の実験だと、まあ、セブの場合、月7万円ぐらい大丈夫でしたね。まあ、マニラも大体それぐらい大丈夫だったので、まあ、家賃で、2万円ぐらいで住めたりとか、コンドミニアムですね、ちゃんとした。あと、まあ、食費に2、3万、2万円もかかんないかなと思いますね。あとは、まあ、夜遊びとか、その人のライフスタイルで、考えればいいのかなと。まあ、永住権を取り、リタイアメントビザとか取りたければ240万円ぐらいは必要になるんですけれども、観光ビザで、まあ、月に、7、8000円ぐらいで、更新して住んでる人も結構いらっしゃいますね。まあ、シングルマザーの方が、移住